体、スーパースター、鎌田がまたしてもこんな感じ。第1位、鎌田を愛してる。鎌田大地の今季のアイントラハトでの全試合14試合9ゴール2アシスト、アイントラハトがブンデスリーガ4位に浮上した素晴らしい勝だ。第一鎌田はとてもいい1年を過ごしている。今日の鎌田は素晴らしい。怪我さえしなければ鎌田は素晴らしいシーズンを送れるね。今週の鎌田更新、彼は今日2ゴールで今季9試合で8ゴール&アシスト。この悪魔をどうしても獲得リストに入れたい。アイントラハとフランクフルトがバイエルレバークーゼンに 5-1 で勝利し、第一鎌田は PK からの見事なゴールで主役を演じた。ワールドカップに向けて第一はゴールを量産し前向きになり続けている。マジで鎌田の契約を更新しないで夏に出ていったらどうしたらいいんだろう。この人生、2本の冷静なシュート、大地にはもう少し長くいてほしいなぁ。大地鎌田は今季フランクフルトで好調で、今日も2ゴール、水曜日のトッテナム戦でも1ゴールと、今季最も重要な選手になり、ベンフィカへの移籍も噂されている。ゲッツェと鎌田が一緒にプレイすることで、我々の攻撃が解放されるのだ。全員の、特に鎌田の素晴らしい試合、彼は今季ヨーロッパ以外でも、なんて調子が良いんだ。契約延長をしてくれ、大地、お願い。ここ数年、鎌田をちょっと見るたびに、彼は明らかに、良い選手から、素晴らしい選手になったと思う。最近までは、過小評価されていた選手だが、彼の実力が発揮されつつあり、それを見るのは嬉しい限りだよ。彼と事前契約しろ。ブライトンは、第一鎌田と契約するべき。